はい、では録画開始いたしました。本日4月19日、高田馬場ミカドのギルティガイグザードレブ2木曜シングル大会始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。シールが4人、そしてナグさん、カエルさんの、クム、ジャックを、レアキャラではないか、クムはけどレアキャラの方なんだよな、レアキャラ対決となっております。スタートボタンを押して始めてください。どうぞ。あ、大丈夫です。これ、あの海外勢の方が、なんかくれたんですよね。俺行ってないよ。行ったよな。行かず。横浜とやるとね、アベマ TV でしたっけ、あれで見れるんですよ。ということはここにパソコンがある、あとは分かるなっていう。さあ行きましょう。ナギさんのクムとカエルさんのジャックを。なんかクムヘヒョンは結構味方では結構見るんですけど、全国的な分布という意味では結構使い手が少ないみたいですね。ジャック王も最下位だ。ジャック王が最下位だったかな。そういった感じでちょっとレアキャラとなっているんですけども、目標大会欠かさず大会参加してくれております。カエルさんのジャックはですね、だいぶ強くなっております。もうなんか参考にする動画が少ないでも、自分のね力でこう成長していかなきゃいけないと大変だとは思うんですけども、かなり上手くなっています。大会でもかなり活躍している、増えてます、試合も増えてます。さあオルガン、ジャックがいなさすぎて、これオルガン関係がちょっといろいろ変わったりはしているとは思うんですけど、まあ、詳しくわからないんでちょっと濁してしまったりするところがあります。さあ拾って、うわー、なんかサーバンとか喧嘩してる。あーと真剣ジェストで返して戻ってくる。サイ足前から早見さん、ここはロマンキャンセルしても良かったところだったかな。しかしそれでも力強く決めていきました。まず1本ナグさんの組む、なげさんに聞こえたらなぐさんですね。ゴロゴロっていくか。ここはバソ、火力の差がどうしてもありますので、やはり序盤でゴーストのレベルを上げていくのが大事か。どうしても送りましたね。ダーストを加害していったが、しっかり返して下段攻撃。さあここはちょっとナイトが邪魔したが、直前ガードからしっかりと対策見せて、なんだこれ、ランサーがヒノキの棒を持っているか、溜めてユーリフレーム取ってから逃げ、ここは暴れ調子になる形。さあ追いかける。さあクロックアップ状態、動きが速くなっているのは逃げられないぞ。耐えられるか、時間も稼いだ。レベル2状態、おーと 2S ですよね。しっかり落として、まだわからない。カルバドスを、おー、超電が打っていた。ここは直撃。さあ溜めて、よく待った。赤色になっていなかったな。空中ダッシュ、さらに落として、おいしい。ナイス、ランサーじゃなくてナイトだった。 2P 足早から超電化のき攻め、立ち合い、これおいしい。2敗者だから真剣、青シーンならさっさと落とさないといけません。今回刻んじゃうとダウンが取れないんで、軽量級は特にね、早め上海で落として S 超電化のき攻めみたいなのがメインっぽいですね。ダストガードじゃない、ゼストラスト、ゼストとね、よくわかんないですけど、フーダ、ジャンハイ、素晴らしい、超電眼からの、出しちゃい、うお、しゃがみ歩き、いやらしい、はやぶさ、落ちてくる、遠距離、さあ、と、ジャンハイからまだわからないぞ、レベル3状態なんで、押し込むことができれば、さあ、これは守りを固める、超電眼は、アイスビルドが溶けてしまいましたね、ジャンハイから、まあ、さあ、接戦。うわっと足元を潰していく、出てこない。超電眼が飛んできて勝ったのはナグさんのクムとなります。おめでとうございます。続きまして、アクローマさんのザトウと FAB さんのポチャムキン A 番台でお願いいたします。カエルさんのジャックオーはルーザーズとなります。すごいな、松坂岩瀬の系統はやばい。タープロでよくやるやつですね。さあ、いきましょう。 FME さんのボジャムギンとアクローマさんのザトウの試合となります。いきましょう。さあ、やばいやつ
立ち牌からハムホール。オバマさんとそのミカドじゃないギルティの歴史ある組み合わせはって時に大体ギルティやギグスの動画を見てしまうんですが、やっぱ面白かったですね。おっと前入りから、ここはちょっと悩んだか、ホーム入らないか。でコビンで、おっとこれは通した。おいしい時間を稼ぎたいところですが、直前ガードからポチャメキンバスター強い。若い頃の石渡さんとかも映っててね、なかなか面白いですねギグスの動画。マイケーデコピン、マイケーからの 2P2S2P から上海 2K マイケーと追いかけていきます。うわー届かない。さあここは奥攻め、ゲーダン通してシャドウギャラリーダストタック、ここでバスト。さあジャンリーには着地硬直があるので確定でしょう。ここはシャンゲス、うわーヒート、エクステンドで体力が残りますが、スライドヘッド食らったら死にます。なんかこれはもう一回細めきんばさ、読み合いを黄色キャンセルでごちゃごちゃにしてきました。素晴らしいですね。さあ続きましてウッディさんのアクセルとウミシャさんのバイケンいきましょう。エヴァンダイ、その後はマルハンさん、鈴木さんと鈴木アシアナさん、ナグさん、 FAB さん、ヨシキさんとなります。対処させずが私の戦術、小細工で少年から張り合うのや。まあけど確かに FAB さんもね、団員落ちていたんですけども、やっぱ俺はなんか強い人が団員が落ちてたりするとかっけえなってやっぱ思っちゃう単純思考なんで、いいですね。最近1日 1FAB というのガチを仕掛ける犬使いの方がいると聞いて一緒乱入してるんで事件があり爪も割れ、なんか恐ろしい感じになってるそうです。怖いですね。今日はいないんですね、確かに。さあ梅茶さんのバイケンとウッディさんのアクセル。ウッディさんもアクセルが海外勢人気すぎてウッディさんをエボに招待してくれっていうツイートも来るんですけど、頑張ってください本当に。なんか英語で返すときになんて返していいか分かんなくて、センキューって俺が言うのもどうかなと思って、まあ動画たくさん見てねって感じで DM で返してきました。というわけで色変わってましたね。最後は上海ジャンディオンバー、攻めと守りのバランスがいいプレイヤーと思います俺は。いたー。さあそしてウメチャさんは最近はバイケンにキャラを変えたというところです。ここはちょっと苦しそうだ。さあ素晴らしいですね、しっかりと投げていきます。ジャンゲス、ジャンディからの拾い直し、面白いですねこのコンボね、かっこいい。さあ確定ワースト、ジャンハイが通った。これは立ち配したら6コンじゃないな、6コンかのルートですが、その前にワーストですね。ででんゲルキャンセル、さあ走追い詰めていく。このカラキャンができるの面白いですよね。2ピー止めて、さあゲージ状況はアクセルより 2P 乗せて、確かにラーメン屋見て、完全にタオルだけだろそれ、タオルじゃねえやこれ。8巻き違うな。さあ画面足、たたみ SD から PSD バンダナね。あーとここは何か出なかったっぽいですね。じゃあプラネテスを見てたからっていうことにしててください。最終ラウンド、うわっここは引き逃げ、ボーンとさらに打っていく。これ上にも出たら面白そうですね。連戦局差、さらに連戦ガンダッシュ、投げを誘っています。投げの反応が早いんでそれに対して打ってきました。ここは確かにカウンターヒットなんですね。サイヤの距離、下段攻撃もスズランもねかなり警戒しているでしょう。量産戦、鉄産戦、かっこいい。バースト4ですごい流れだ、大会ならではといったところでしょう。
さあ弁天が怖い、ダッシュからこれは投げで反応したが、まさかアウト、我慢ですね。削りつつガード間に合っている、素晴らしい。 S からガンダッシュ、2K おしまいから極差まで。さあお互いに我慢強い立ち回りを見せていましたが、最後に立っているのはウッディさんのアクセルとなります。おめでとうございます。ではですね、カエルさんのジャック王と梅茶さんのバイケン B 番台でルーザーズの1回戦をお願いいたします。そしてマルハンさん鈴木さん A 番台で試合の方をお願いします。単純にあれですね、なんか AC 時代のジョニー感ありますよね。あのアクセルが勝ってる時はなんかかっこいい。苦労してなんかいろいろやったかってあるんで、いやしかし最後良かったですね。お互いに大会ならではの部分もありましたし、さあソルカイいいですね。鈴木さんランクアップマッチ、さあマルハン太郎いきましょう。マルハンさんに向けられてるようでちょっと面白いですね。仕方ないなつうまい、クッション上げ、ボールガリッワイプアウっていく、チャンケから捕まえてガンフレ、ボールか奥攻めはめくりを意識さす、前はい引っ掛けて、確かに今の回はだいぶ柔らかくなりましたが、前はもうキレッキレでしたからね。勝ってんのになんか草を折ってきますからね、ソロ回戦ね。よしよし戻ってきた、立ち合いサンディッパーまで、さらに奥攻め、デッドアングルからガンフレ、ちょっと怪しいフレームでしたが、助けて無理やり蹴り上げていく、捕まえた、ドッドドーラインじゃない、あドラインしないから普通に攻めて普通に返されましたね。視聴者が求めていたものとはちょっと違ったシーンが見られて映ってしまいました。あーっと出し、はい前蹴ギリギリ届いて S3 リッパーからのチャージ、これまずいぞ、当たっている、まあそうシャン S ジャンケから捕まえた、ジャンディジャンディファフニールできて、キース、マイピー、マイハイ、痛い、相当減っています。次の攻め、おクッション上げもうまい、マジ最強じゃん、壁当てじゃん。さあ赤星確かに通した、バスト、さあ鈴木海、これはジャンハイが強かった、すごい当て方しましたね。さあ変なことしなければ、うわー怖かったですねうーんとやっちゃさあ最初ラウンド、いやーブリンガーが打てない系男子、しかも立ち合いでできない、あーシャンハイが当たってうやむやにして画面端、その一回ちょっとプレッシャーを感じているか、バスを使ってまだチャンスあります。戻ってくるところ冷静に入る、足払い何かを狙っていたか、さあ怖い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 、片目で何をしてかすか分かりません、入ってらっしゃい、画面端コンボをもらって、さあどうなる、足割からすげえ下手な、溜めてた、マジか、位置入れ、お大丈夫、位置入れ替えるのどうすんのそれ、お練習してん、ちょっと待て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 、なんだよそれ、ナイス、ちょっとちょっとちょっと、ちょっと何してんのマジ、やばい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 、なあーあれワンキャンセルちょっと待ってくれ、鈴木さん大丈夫ですかね、精神状態がちょっとやばそうな感じ、うわーけど冷静にいく、崩れれば勝ち崩れれば勝ち、バース使って崩れれば勝ちだが、スタンディッパー我慢強い、立ちハイライオット入れ込んで戻って再び画面端、キルキャンセル、あー連打をしていたがキングス、どうなる、命をかけるか、安全運転じゃねえかーっとー、やったー最後にラストを見せていきました、
ドラゴンインストールどうしちゃったんですか。あれはブリンガーめくり当て狙ってたとかそういうケースか。あ、回入らなかった。回に入らないかも狙ってしまった。もう鈴木さん途中からあれちょっとレバーの調子おかしいのかなみたいな感じで、なんか丸半さんの様子を伺ってたの面白かったですよ。いやー面白かった。面白かったっていうのはあれなんですけど、いやけど笑うと健康にいいらしいですから。そのまま丸半さん、アクローマさんと B 番台では試合の方をお願いいたします。ではお待たせいたしました、シーナのプレイヤーを呼び出していきます。アシアナさんとナグさん A 番台でお願いします。その後 FAB さん、ヨシキさん、平岡先輩、ウッディさん、鈴木さん、ホヒコさんと試合が続いていきます。今回ダッシュガンフレがすごいダッシュの感性つくようになったんですよね。だから多分ダッシュガンフレ、ブリンガー、先端ってやるコンボがあるんですけど、ブリッツためてドラインしてやべえ回にコンボ入んねえって気づいたマルハンさんはもう迷ってしまったって。もうしょうがなかったと。見せてやるぜって、あ、太陽キャラじゃないっつって。いやけどはちゃめちゃな試合展開で、なんかよく冷静にね試合運びしました。鈴木さんの回ね、あれやばかったですからね。どうなってんだこれみたいな。結構固まっちゃうんですけどね、ボタンをしっかりと押していきました。さあ行きましょう。ナグさんの、クムヘヒョンとアシャナさんのベットマン、ここまでまだルーザーズがあります。さあ貯めて、しかしバックステップ、あーこれはロマンキャンセル、ギリギリゲージも溜まっています。キング S ワープ 2K、 キング S、 2S。 さあかなり面倒くさい立ち回り見せてきました。 2K、 キング S、 バーストヨダか、真剣ロマンキャンセル、ジャンディーから超電眼 2K、 キング S、 フォルトで距離を離していた、素晴らしいですね。さあ体力はベッドマン側がまだリードしてはいるんですが、うまい、ジョンハイ、すげえ当たり出した、金バスト、あーすげえ2杯よく出していた、タッチピーからジャンハイ落として超電眼、ちょっとここはレバー前入れで後ろにやるかどうかでもいける。レベットマンは大きいですから、ね、難しい。キングス、おーすげえ止まってさ、ジャンエス、ジャンハイ位置が悪いか、ジャンハイ立ちハイからのサードする、怖いっすねこれ。うおー回ってきた、いいか、しかしこれはなかなか最後までいきませんね。足前から裏しっかりと見ていますね。いやジャンハイ、ジャンエスから時間がちょっと気になるところ、前に出たところしっかりと A タスクですね。ここは早めに残り時間に気づいて距離を離していたアシャナさんの作戦勝ちですね。上海タッチ K、 あのタッチ K はもう 2P を多分通すために振っているところもあるでしょう。ジャンディは当たらない、A タスク、さらに挟み撃ち、戻ってきて B タスクからワープ 2K、 キン S、 エン S、 タッチ I、 足配、置き攻め、どうした、バーソタッチ P からバーソ、ゴルグー止まって遠距離ストカルバリー、なかなか難しい、 2P 足前から奥攻め、立ち合い当たらない、溜めて前ハイはちょっと安いかな、いやしかもダメ落ちた、やばい、終わってしまいました。前ハイはちょっとね難しいですね。さあ中さんはまだルーザーズがありますので、ご安心ください。続きまして FAB さんのポチョムキンと YOSHIKI さんの E の A マンデリーいきましょう。じゃあカエルさんとマルハンさんもルーザーズやっちゃいましょうか。準決勝か、今日は荒れますね。結構タメブリッツの反撃悩みますよね。メギドラオン4エブリワン、ありがとうございます。あれ俺なんか野球の話したっけ、あれ
野球の話しました俺してないですよね今さあ田中君さあ洋式さんのイノと FB さんさあキャラをレイブンからイノに変えてジャンプリーさあチーはい立ち回りは苦しくなりますが置き攻めは強力でえ音声入ってるマジで入ってないでしょロマンキャンセルバスターからジャイアンス。うわー、うまい、うまい、うますぎる。そういうことね。え、マジで音声入ってる？なんでだ。ツイッターが開いてたのかな。わかんねえ。なんけど動画開いてないですもんね。太鼓の音マジで。え、なんで。マイケーから立ち、はいからの前、はい、マイケーがストゥルーさん見てみますよ、わかんないけど誰でしたこれで吉木さんも立派な猪使いです吉木さんはルーザーズ行きとなります。まず両手の指を全部割ってからやっぱ犬はどうしてもあのなんか読まれた時にねでかいダメージをもらいがちなんで、それだけその逆タクの種類も豊富とか、まあ、大木で下潜ったりとか縦髪で空中くらい判定だったりとかね。さあお待たせいたしました、平岡海 VS ウッディアクセル A 番台です。でこの後お待たせしました鈴木さん、ホヒコさんが試合を行います。え、太鼓の音するかな、本当にマジで怖いな。じゅんさんが配信見てくれてるそうなんですけど、職場でマラハンさんの試合を見て吹いてしまったというねツイートがめっちゃ笑ったつ。しかもなんか球場の太鼓の音が聞こえたのは自分のパソコンの音だとかですごい安心しました、びっくりしました。よかったよかった。さあ画面足打っていいアクセル対平岡海、この距離ですよね、その雷影をするかどうかみたいな距離。さあ投げてマルハンさんが勝利となっております。解散はこの試合で終了となります。お疲れ様でした。続きまして、まあいいんですよ。あーこれはニュースニュース、まあ一瞬マジで俺知らない間に野球の中継を味方のパソコンで見ていたんじゃないかって、マジで不安になりましたが、よかったです。うまい、おお素晴らしい。これなんかその牽制先端のやり取りかっこいいですよね。さあ最下ランキングスエングス、これマストあとバックスを捉えた、はい、いたか、しっかりとダウンを奪って再びハイタが構え直していく。さあマインドを捉えたがマイピー当たらない、マイピーここ見ている、これはジャンビーからボンバー、最初当たらない、2K連戦からバーストを使っていく。さあリードはウッディアクセル、連戦から前、はいメイパーも待っていました。勝ったのはウッディさんのアクセルです。平岡先輩はルーザーズありますので、そのまま B 番内でナグさんのクムヘヒョンと平岡海お願いします。続きまして A 番内、大変お待たせいたしました鈴木さんの回とホヒコさんのラムレザル試合となります。喜びより負ける楽だ。Oh!
さあギルティギア、まあ、帝に来てくれてる皆様のおかげで、おかげでにセガオールデッドプラスフラッシュ対戦隊全23セット46台となりました。ありがとうございます。また増やせるというねまあこれ以上増やすとどうなんだろうっていうところありますが、社長もなんかやる気満々ですので増えたらよろしくお願いしますさあホヒコさんのラブレーダーと鈴木さんの回、あそれからダウロ画面発信キングス遠距離です。ちょっとねフリープレートがそういうのをやってあげられないのはちょっと本当に課金のせいで、あ影響でちょっと申し訳ないんですけども、イベントで盛り上げていきますのでよろしくお願いいたします。シャンディからまあ、演習の時ねフリップやってたんでやってあげたい気持ちはあるんですけども、ちょっときついっす。させはい、足前からスプリットしているエンゲス、スタンディパー、これはベイパースロスをしっかりバースを当てきます。スタンディパーは剣が命か、命をかけていったんですけど、ここはダメ。土曜日、水曜日あたりは大体埋まっちゃいますね。ありがたいことです。延期ですからキングスダストアタック打ち上げて、チャンハイ立ち合いですね、ごめんなさい。さあ空さん田島に戻り、イエス前傾から出して追いかけていく、スタンディッパー奥攻め前、はい2敗すらから追いかけたいところ、ホヒコラムレザルが今後は剣を解放、画面端追いかけていく、ヒールキャンセル、ゲージを吐いてはいますが、ゲージ状況的にはタイガーがかなりリードしているので、このまま行きたいところは S 配通してスタンリッパー画面端チャージ、あちゃい足払い逃げたいがバックステップ1段目うまくスカッシュしていく、2敗これは痛い、おおすげえ届いてる、素晴らしいコンボ選択。さあこの試合が終わるまでちょっとね B マンで使えません。チャンディーから昔はねバサラもやってたんですけどね、北斗も TRF ぐらいしかも北斗やってないですけども、さあ NS ダウロロマンキャンセル、これはバースト読みですね。すげえ紹介していきたいところだが、足払いリパーロマンキャンセル2敗ベイパー、ダウンも取れてますね、素晴らしい。下手にこのエリアル刻んじゃうとダウン取れずに剣を設置解放とされてしまうので、まあダメージはちょっと安くなってしまいますが、ダウンを取ることを重視してるかなという印象です。引き取り合わせちょっとリスクゲージも上がってくるんで、この後の被弾には気をつけないといけません。中盤からマイピーエンエスジャンディー、さあこれで攻守逆転、しかし前に出てきましたが S、はい直前ガードからダウンウェイし、まだ残るが削りがきつい、剣を出す前に動かないとよく潜ったが、うわーカシューズ剣よく飛んだ、素晴らしい。横はねダッシュした後引っかかっちゃいますからね、と一回上に飛ぶのが正解です。さあ分からなくなってきました、上海少し遅らせていくが、ここは剣を警戒しないといけません。飛ぶとここはジャンプ D、 少し対空時間伸びましたがね、勝ちましたのはホヒコさんのラムレザルです。あれがもしじゃ鬼ジャンエスとかでカウンターヒットだったら試合ちょっと分からなかったですね。そのまま吉木さんのイノと鈴木さんの回 B 番内で試合をお願いいたします。そして足原さんのメットマンと FAB さんの星巻 A 番内で試合をお願いします。ここから先はルーザーズありません。まあ、そう考えると俺はいいところで働かせてもらったなと思う。 TRF もそうなんですけど、帝とね大体なんかいいところ、あのなんか盛り上がってますから。ブレイブルーンもね結構ね、あの北斗の時あ中野ではやらせてもらいましたけど、田岡かステージの猫の名前をやるかかやるかかって言ったら、このまま出てきたのは本当にもう知らないよね。さあ、行きましょう。ウェスト4となります。FAB ポシャムキン VS アッシャナ・ウェットマン。明日かな？
サミットさんと一緒に配信をするということなので、やばい、上に飛んだら殺すぞというね強い意志を感じます。あ、やばい、しかも前に来た。あー、もしも銀バスターでレバーガチャさせるだけさせて拾っていく。ここバースト使って金融スタジオに、わからないぞこれは。バースト読みをしつつさらにコンボにもなります。バースト対策、あー、ジャミスの当たり方がえぐい。割り込みがやばいですね。相打ちになりますが、逆に相打ちの方が美味しいというねパターンです、ポチョムキンの場合。あー、届かない、しっかりしている。あー、まずい、ポチョムキンバスターが確定します。足早いからジャンピー、マイケータチ系の足元無敵を利用してスライドヘッド回避。次どっちだ、ジャン、はい、わかんねえ、アルカプみたいな動きですね。イエス、シャイ、しゃがみ、ハイスラからシータスク、ロマンキャンセル、ブリッツ、素晴らしい。さあ最終ラウンド、前、はい、ここは1段目でキャンセル、おーっとだ、ソダック8000枚投げ、投げ前入っちゃいました。ああ、2敗、怖っ。キース、一旦距離を取り、デコピンに対してしゃがみ入すら、ロマンキャンセル、溜まって、キース投げ仕込み、さらに刻んで、飛んだところに引っ掛けてますね。ああ、突破します。この金バーストを大事に使っていきたいところですね。さあ、返して立ち回り、何か引っ掛けても OK。ふし上げ、うまい。うわ、危ねえ、よくキルキャンセルしました。フィーダスクから細かくガード固めて、ここはカウンターヒット、走りワープからの金S、立ち、はい、足払い、フィーダスク、素晴らしい連携を組んでいきました。勝ったのは、アシュラさんのベッドマンです、おめでとうございます。準々決勝進出。続きまして、ウッディさんのアクセルとホヒコさんのラムレタル A 番台でお願いいたします。さあ、ヨシキさん、じゃあ連戦かな、ヨシキさん勝ちですか。はい、平岡先輩と B 番内で試合をお願いいたします。あ、危ねえ、マグニー、あ、いないんだ、あ、そっか、新しいやつはあっちか、2オン2のやつか。あー、なんていうか、どんだけマグニート嫌いなんだよ。さあ行きましょう、ホヒコラムレザル VS ウッディアクセル、勝った方がアシャナさんと準決勝に、駒を進めます。アシャナさんとの試合の準決勝に駒を進めますか。あーと、これはダウロ、タチピンを潜る必殺技ですね、いいですね。さあ、髪足、うめえ、くし上げ、しっかりしてる、ジャンピーから、マイハイ。おー、ニエスは、ギリギリ、タイミングをずらして、そこから自分のリターンに持ってきます。コヒカラブレザルが、強力のタック、うわー、ま、しかも、デッドから避けている、きついぞ、これ、どっかで割り込みたいが、さあ第2ラウンド、立ち回り引っ掛けたいところなんですけどね、先ほどのようにその設置で着地のタイミングがずれたりと。おお、ジャンゲスジャンピーからのジャンピーの部分バーストね、当たりませんからね。さあ蹴り上げて、さらに画面端、金 S 遠距離 S、 金 S が当たりませんが、ここ前ジャンプ、ジャンプ B、 よく見た空対空に持ってダウロ、空だけ失敗ですが、そのまま攻め、前系カウンター、ここはコンボにはいけない、位置を入れ替えて、素晴らしい判断、前ハイ、画面端を背負わせるのでかいですからね。前ハイすげえ当たったぞ、ベンテン、タチピン、 2S、 シャンハイ、ジャンディ、ボンバー、なるほど、さらに上を殴っていく、絵面がやべえ、あー、しかしだろ、
アクセルの一生懸命な姿がね、いいですね。あー、立っちゃった。ここはカウンターヒット。フォローのロマンキャンセルも仕込んでいたため、しっかり確認から殺しげることに成功いたしました。勝ったな、ほひこさんのラムレザルです。おめでとうございます。ではですね、準決勝2試合続けていくんですが、まずはルーザーズから行わせていただきます。マルハンさんのソロと平岡先輩の回 A 番台でお願いします。さあ試合の方見ていきましょう。まずは平岡海賀先生、ガンダッシュ、このダッシュが速くなったところでバックステップを捉えていきましたね。ジャンディーファーフにいるロマンキャンセル、わーよっ、いや、まあいろいろあります。エース、ニエス、サンリッパーチャージ、あーこちらもいろいろあります。いやーいろいろありますね。捕まえられます。ファフニール当たってマイピー、出したい、ジャンディー、ジャンディー、ファフニール、キンエス、マイピー、マイハイ、ボルカニック、ワイパー落として、さあここは冷静に発生の速い技で返していく。さあガンフレ、やられ判定が前に出たか、さあ刺さった、ここはバーストも意識しつつ後ろジャンプ殺し切ります。さあ第2ラウンド、ブリンガーが、さあさあこれもう一回入るかな、あーなんだそれ、よしよしよし、カルト人上からジャンハイタシケからのリボルバールートでしょ、うおーなんということでしょう、何もしません。それがマルハンさんの答え、タシケは当たらない、チャンス下方向への判定が熱くなっています。すげー美味しすぎる、安すぎる、おおお、コンボはなんかすごいコンボですしかし不利とか有利とか関係ない感じがいいですね、マルハンさんね。チャンス、ブリンガーやめた、何読みでしょうか。さあこの雪怪しくなってきた、バーストでうわ拾えてね、それも数、うわーこれはねうざいですね。この死に方したらもう一生間ぐらい話したくねえなと思います。最初ラウンド、さあ足払いがヒット、そのまま行きたい、しかしたまに冷静、ブキラ捕まえてガンフレ、ジャンハイのバータイルート、チャンス、キネス、ニエス、マイハイ、いろいろもっと他に確定するものがあったんじゃないですか。バースト読みつつ、ちょっと欲張っちゃう感じが続きますが、サンハイ、ベイパー、スライドベイパーがサンディパー、画面足ブリッツ取ってさっさと返していく、リボルバーからの攻め、距離悪いが押されましたね、面白い、うまっ投げていく、ジャンケベクリブキラッ、それしかやんないところ投げてチャンスか、うわーっとここ打たない、たまに冷静になるマルハンさんが面白いですね。決勝進出です。さあ、行きましょう。アシュラさんのベッドマンとコヒコさんのラムレザルですね、お願いいたします。じゃあ B 番台お願いします。海外勢になんかマルハンさんのファンっぽい人がいて、名前ま、ドラインのやつもじってる人いたんですけど、ジョニー使いでしたソルは使わない名前は同じ名前にするけど、ドライン推奨委員会的なのにするけど、ソルは使わない。さあ行きましょう、勝ちトーナメントの、決勝です。こちらに勝ちますと、先ほどルーザーズを勝ち上がりましたマルハンさんとの決勝戦になります。さあ A タスクをうまく使って画面8番で持っていきますのはアシャナさんのベッドマン、 C タスクワープ、ニエスしっかりとガードしています。
ビスキュージもたまりつつ、ビータスク、その上落として、ワープ、ニエス、足払い、ビータスク、歩いて投げて、中央ですが、これワープが当たってないな、ブリッツ。素晴らしい。ダストバック、ここがワースト。この後ね、厄介な攻めに行かれてしまいますので、バーストをするのは正解でしょう。特に2ラウンドはね、うまい。あー、しかし届かない。あと一発引っ掛けたい両者。ブリッツをこちらも使ってくる、ジャンディ。これはいい指導で素晴らしい。ダストアタック、さあここからわからない連携、あーダウンが取れていなかった、ちょっとコンボ時間か。マイピー A ダスク、これは削りももらえないか。ダブルザレは剣を当てないとゲージが増えない。総裁で今避けましたね。総裁のヒットストップでスッとこう A ダスクが飛んでいきました。さあ両者ともに上を取りたいか。歩き投げ、ジャンケ、ジャンエス、しゃがみハイスラーからさらにコンボが続く。バソー死でしまう、動いてるがうまい。直前ガードではないが、早めに空中ガードすることによって着地前に攻撃が当てていましたね。さあガードが硬い、なかなか上にいるセットを取られることができません。さあ前 P、 これは受け身狩りでしたが、ブリッ2返して、ここは冷静に歩いて投げて画面端、これはあー当たらない。ロマンキャンセル、ここはバーストを意識してしまった。そして金バスをもらって空中投げ、勝ったのはアシャナさんのベッドマンとなります。おめでとうございます。それでは決勝戦はアシャナさんのベッドマンとマルハンさんのソルで、2試合選手の決勝戦となります。さあどうなっちゃうんでしょうね。一瞬で終わりそうな決勝だってコメントがあるんでね、ここは予想をね裏切っていきたいところですが、どう一瞬で終わるかっていうのが想像しやすいのはね、ちょっとねあれですが、いきましょう。決勝戦4月19日の木曜シングル大会、マルハンソル VS アッシャナーベットマン。俺はマルハンさんの勝利に華僑院の魂をかけちゃうやつ。さあピン座ってリボルバーバースト使って、ジャンディーファフニールマイピー足し合い、ジャンディージャンディーファフん、あスカッシュ投げ捕まえて、ジャンディージャンディーファフニール、ガンフレマイピーガンフレしっかりしている。リボルバーからドラインチャンス、しかしデッドアングル蹴り上げていきます。ブリッツ取っていく、ここはバースト使いません。ブリッツやはりこの奥攻めしっかりと見せられるとめんどくさいですよね。リボルバーからジャンハイ去って、パフリーニを見せ、空中出し、 S はここニエスのテイストで返して、あーっとここはもう少し早ければというところですが、アシャナさんのワープ、さらに続きます。 B タスク画面端 2K からダー B デジャブ、ジャンハイを投げて関係ない、さあ立ち回り、ジャンケ大吉、ジャンピーピーから細かくジャンで B タスク画面端、 B デジャブから表裏じゃない中弦もあるぞ、画面端何を狙ってるか、前ハイからグランドワイパー待っていたが当たらない、ジャンハイの判定が出ていた。しかし着地を投げようとした立ち合いすら引っかかって取り返します。アシャナベットマン最初ラウンド、ジャンハイが持ってしまった、ボルカニックワイパー画面端、ジャンハイなんで、ああそう勢いですね、しっかりガードします。この辺の切り替え素晴らしい、デジャブが邪魔でどうなったか分かんない、うわライオット届かないグラン、なんだそりゃー。バーストは前ハイからシータスク、さあグランドポイント、今のところ打率はゼロです。
画面欲しい。デッドグル読んで、さらにデジャブも来ます。ボルカー読んで立ち、はい、ここもしっかりと行くでしょう。アシュラさんのベットマンがボルカニックワイパーを読み切ってしっかりと勝利を収めています。まずは1試合目、勝利はアシュラベットマン。バックヤードから生還しただけは。画面端行った時にめっちゃグランドワイパーしたいんだろうなっていう雰囲気が やっぱ画面越しに伝わってくるんですけどね。まあこっちにも伝わるってことは、アシュラさんはもうそれひしひしと感じ取ってるんで、ね、じゃあ早く打ってくださいどうぞみたいな。俺はでもワンチャンそのグランドウェパー打ったところ歩き投げで座れるんじゃないかなっていう予想してたんですけども、一応発生しました。さあまずは1本アシャナベトマン、序盤の展開は非常にいいだけにそのまま押し切りたいところなんですけども、ちょっともったいないところあります。やっぱ決勝戦ということで少し意識してる部分もあるんでしょうか。マルハンソル、さあアシャナさんは1本取ってるということで、だいぶ気持ちが楽に試合の方ね動かせるでしょう。できるかな、カフェにいるから砕けてボルカニックワイパー次の攻め。さあリスクゲージが溜まる、わーグランドワイパーこれ封印した方がいいまでありますね今のところ。さあ画面欲しい、マエストうまく合わせてきました。立ち這い、さらに持ち上げ、あ生きてる、死んでる、まだデジャブが残ってました。何か動きたかったか。さあこれで優勝エリジー、立ち上げ、いきなり出だしが最悪。画面端にサンプラー状態、シータスで潰しつつワープ、まずい、まそう、じゃんけん引っ掛けてブリンガーから、ここはしっかりと投げ返していきます。金安投げ仕込みでしょう。ボール変わっていく、怖い場面ですが打ちます。じゃんけんめくり空中ダッシュ、 PPP からのダッシュ、立ち合いから、あーいやしかしラッキー、場所使って対空はせずに着信2K置く、パクった素晴らしい。グランドワイパー発生が早くなると利用してダウンを奪って 2S からここが飛んでいる。 B タスク、 B タスクに当たってしまう。さああと1回の奥攻めか、あーテンション引っかかって場所悩む、ボールかここは冷静に金 S としっかり叩き落としの派生にも対応できるような反撃をねしっかりと決めてきました。アシャラさんのベットマンが勝利となります。というわけでね、決勝戦は2勝0敗でアシャラさんのベットマンが勝利、勝ちトーナメントをそのまま、勝ち抜き、ルーザーズか、勝ち上がったマルファンさんも下して優勝となります。おめでとうございます。面白い試合でしたね。はい、というわけで目標大会これにて終了となります。ありがとうございました。この後 A1 大閉店まで、配信を行いますので、どっかね皆様の時代の方ね遊んでくれたらと思います。よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。では YouTube の配信も復活させます。